左から撮ればいい。こっちから撮ったものは全部採用してるのね。あ、なんか気づいたかもと思って。結果的にそうだっつ。光の問題ですか。うん、一番最も女優ライトってここから入れるのが逆じゃん。こっちからだからマイナスで全部。そっか、それだけでこうマイナス要素。5分で、ここは20分ですね。そうだって感じの手で。そうだ、すごいよくこれやる気でいたらしい。OK です。何にも今までやる気でいた鈴木さん。よかった。何気やる、コンシェルジュさんのコーナー5分です。よかった。はい。そうなると昭和ロマンが伸びる感じですか。そうですね、そんな感じです。その手ね、分かった。言ってくれ。喋りたいときは言って。じゃあ質問攻めないってことだよ。なるほどね。あとでじゃあ、今座ってみて、ただなんだけど、ここにね、ちょっと違う、このぐらい近づく感じで。私もそうなんですするのに、大野さんこっちに避けた時に背中にピンになっちゃった。髪の毛、大野さん短い方がいいね。もう、あ、そう。もう。最初来たね。すっかり私、大野さんやる気だった。いい。いや、まあまあ。よかった。付き添いだった。自分で言ったんだ。付き添いで来て。そう。コーヒーご馳走するからしたね。やったー。もう一回ちょうどからスタートですね。普通の本も紹介しないよね。それがいいんじゃないですか。毎回興味深い本。まだ
あおばあちゃんだけどニットの人多くなりますし、ね、ニットばっかり。今の感じ？もうちょっとでしょ。ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。ちょっとこのテンポ、おしゃれがしたら聞こえない。なんかね、ドキドキする。逆に。大丈夫か、時計ばっかり見ちゃうね。ドキドキする。心配になるね。何時からヒルスさんが、ね、前の番組どんどん早く終わる。もう終わりました。ここでしか味わえないスペシャルメニュー、気晴らせの一品。もう鈴木さんだけ入ってるんだよね。そうそうそう、毎月8の作りは心と体の元気になる。なかなか私行こうに。ああ、やりました。そろそろ行かないと寂しがるよ。そんな番組あるんだよね。大丈夫だよ、みんな一人一人の楽しさがいっぱい。カメラはデザイアは分かりました。平駅より徒歩に。この間もう一個あのブルブルの国があって向こうでね、知らない明太子屋とあらわるなかれ。カメラのここにあったらここでね、レイルの話をしてハマってしまう、はい、職人の技の共演。またどっか行って何もしないんだ。誰かと誰かと暮らしの中の悩みやトラブルは役所では面倒なことはありますか？使えねえじゃん。大きな声になるわけよ。同盟書指定のホームページまで全部スタッフ素直に入れますよとか。まず相談、行政書士はプロレスのあれか。あ、そう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 、東京都行政書士。なんだろう、多分ホラですか？オレックスクラウン、実は観光客の方たちに対してフォレックスクラウン、ユニーク、フォレックスクラウン、フォレックスクラウン、なんかフォレックスクラウン、フォレックスクラウン、なんかすげえ持ち物になってきた。日本人じゃない？多分中国の観光じゃない？フォレックスクラウンで検索。ジングラからお願いします。ここ見て、のんびりしてる。パパパパでしょ？始まりますよ。イレブンクリスタル、100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日11時からの1時間はイレブンクリスタル。音楽がつなぐ言葉、ハート、絆。下町エレガント大使キリンがお届けするハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。例えばそれは男と女のすれ違い。日常の中にあるドラマは時には優しく、時には切なくて、言えなかった思いや聞いてほしい気持ちがあふれています。誰かの気持ちなら気づくこともありますよね。2014年4月、今日は11日、アシスタントにはチームクリスタルの執事でマネージャーでボンボン音楽兄さんルーディ。今日も資料片手に参上。肩書きはどんどん増えてまいりました。こちらでは執事と一人サポートタイム。こぼれたら拾い、足りなければ参加。愛の手名人目指し、いなくては困るポジション確立中。クリスタル、番組も増え、メンバーも増えてきました。嬉しい2014年のスタートです。スタートですね、4月ですね。4月ですね。クリスタルのこの番組は、1月から1月スタートですね。スタートして、はい、コーナーにね、皆勤賞で登場してくる方がいて、クリスタルスタイルとしては新しい、はい、あのシステムが出来上がって、はい、そうなんですね。ちょっと発表していただきました。はい、あのユーストリームでですね、はい、ドン、はい、ユーストリームでですね、毎週、コメントを入れていただきますと、いいコメントを入れていただきます。いいね、はい、なんとゲストに登場できるかもしれないシステムが。その第1回目の方が本日いらしております。いらしてるそうです。ね、はい。後でご紹介いたしますね。そうですね。楽しみです。楽しみです。はい。はい、番組のじゃあラインナップ参りましょう。シャバダバダ。はい、今月はシンディローパー。シンディローパーですね。少ない情報の中からね、熱く語りたいと思いますよ。はい、語りましょう。そして今週ですさん、今日お初の方ですね。初登場。新人さんですね。はい、楽しみですね。はい、そして昭和ロマン。はい。あ、ね、今月はグループサウンズで行ってきます。なかなか難しいってことが分かりました。はい、ハードル高いですが、当たらないけど今日助っ人おりますから。あ、なるほど。意外といけるかもしれません。自分なりでもないのにね。当たれば一緒されたよ。そうなんだ。そして、いろはにほへと図書館、小さな町の移動図書館からのお知らせです。
そしてシンクロメッセージ、シンクロプラスエンディングと参ります、はい、クリスタルがお届けする音楽と言葉の世界をお楽しみください。